一見普通のバスですがこの車内に最新技術を搭載し全国初の実証実験が始まります鍵となるのが上にあるセンサーです北九州市が来月1日から始める実証実験市営バスの運転席と乗車口に設置されたセンサーが乗客を感知し GPS などを使って どこで何人が乗り降りしたかが人手をかけずに把握できますセンサーは大手電子部品メーカー村田製作所などが開発運転士不足も叫ばれてますけれども、はい、どんなことが期待できますか、はいえー、非常に短期間で分析できてでどこの路線でどういうダイヤを作れば最もあの市民の方に役に立つかというあの路線ダイヤ改正ができるというところがメリットになりますなるほどはい。 北九州市営バスは利用者が減少していて、2021年度の赤字額はおよそ3億円です。運転手不足も課題となる中、今後は特に効率的な運行が求められています。どんな形として活用していきたいでしょう、はい。そうですね。やはりこれからあの人口の分布が変わっていく、また高齢化が進んでいくこういった中で本当に必要な。 あの方がいらっしゃるところに必要なだけのバスこれが行くというような交通体系を再編していくそのための第一歩にしていきたいと思います技術革新が進む運送業界来年4月にはトラック運転手の時間外労働時間の規制が強化され慢性的な人手不足になるとみられるいわゆる2024年問題が懸念されていて 問題の解決が運送業界や建設業界などで急務となっています。